ようこそベルベットルームへ。どのようなご用件でしょう。依頼を確認したい。かしこまりました。現在お引き受けいただいている依頼は、ジャック・フロストの人形が3つ欲しい。こちらは依頼してから時間が経っておりますが、まだ。なかなか難しくて、あと1体。もう少しですね。楽しみにしております。ガネーシャならもう4体。いりません。そう。あら、もしやポケットに何かお持ちでは。菓子パン。そちらではなく、これかな。しおりらしいけど、知り合いにもらった。拝見してもよろしいでしょうか。どうぞ。この特徴的な細工、間違いない。このしおり、私がなくしたものでございます。君の？はい、実は先日から見当たらなくなっておりまして、よく思い出してみればあなたと出かけた後からでしたので、きっとそちらの世界のどこかで落としてきたものと諦めておりました。長泣き神社で拾ったって言ってた。やはりそうでしたか。あの時は私、恥ずかしながらはしゃいで少々おてんばをいたしましたし。じゃあ返すよ。ありがとうございます。やはりこのしおりが一番ペルソナ全書にしっくりきます。大事なものだったんだ。それはもう届けてくださったお礼をしなければなりませんね。いいよそんなこと。お手をお出しください。こう？いえ、両手をお出しください。私からの感謝の気持ち、100円硬貨にいたしまして300枚、締めて3万円でございます。なんで小銭で？その方がゲームセンターでは便利だと聞いております。はあ、早く取ってこいと。他にご用件はございますでしょうか。帰ります。このしおり。え？そうですね、このしおりにいたしましょう。何が？あ、いえ、その私には長く胸に秘めた願いがございまして、もしもいつか叶えてくださる方が現れましたら、その方にこれをお渡ししようかと。そうなんだ。あなたかもしれません。え？叶えてくださるのは。またのお越しをお待ちしております。ではお気をつけて、いってらっしゃいませ。